とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はこれやっていきます。英雄の無謀です。無謀英雄の槍。これをちょっと使ってみようと思います。とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はこれ、やっていきまーす。無謀の英雄アーマーですね。無謀英雄に、槍、です。まあ、とにかく、近寄らせないように、ガシガシ倒していく。そんな感じで、やっていきたいと思います。まあ、ハープでいいか。うん。もしかすると、流れ込む魂がついてる弓で行った方がいいかもしれないけども、まあまあいいでしょう。オッケー。パワーポーション取った槍だったらば、無謀と合わせて、強えな。強えな。オッケー。で、今回、遠隔の敵がゾンビに変わってますので、まあこれ、それも楽勝でしょう。うん。で、一応念のための、デスバーターを発動するために、うわ、ちょっと待て。待って、びっくりした。トゲは痛い。やっぱそうね。こっちの攻撃力ゴリゴリ上がってるからね。これで、トゲもらったら、さすがに、だいぶ食らう。OK。おめちゃくちゃダメージあるよ。やっぱ無謀いいよね。うん。昔よりほんと使いやすくなった。前は、HP が 60% 減るだったんですね。あ、ねえ、それが 40% になったので、だいぶ良くなった。おー、エンチャントクリーパーも余裕で倒せるじゃん。素晴らしい。まあ、ただ、キノコとかを使い忘れないようにしないとね、こうベタ足ってちょっとね、アートファクト使うのを忘れちゃいがちなんだよね。そこをちょっと注意していきましょう。んで、キャプテンは、今回いないかな。ここら辺にはね。よし。まあ、探していきます。キャプテンを。序盤にはいないか。できればね、序盤から変更点がついててくれた方がありがたいですけども。ついてない。オッケー。ちょっと槍らしい戦い方をしていきます。槍で距離を取って。オッケー。近寄らせない感じでね。でも敵が、今回のは、移動速度が上がってんのよね。なので、どうしても、ダメージは食らうとは思いますけども、極力、食らわないように。おお、あいつ上にいるのか。上になんかいますね。おーい、降りてきた。あ、でも、あぶね、ちょっと、くらっちゃった、あぶね。でも大丈夫、大丈夫。うん。全然、やっぱキノコ入れてる槍なんで、うんうん、いいね。別に槍には、そんなに、キノコは絶対必要ってわけじゃないんだけども、あると安定するね。うん。全然安定します。あお、毒やめろ。よし。危ねえ。トロッコは食らっちゃダメ。オーケー、キャプテンいる。しゃ。どこ？こっち側にいるな。はいはい、遠距離もいるね。よっしゃ。オッケー。一応使え。あぶね。いや、強っ。強っ。攻撃力高っけえな、やっぱり。とんでもない。なになに？あ、やけどを持ってるか。若干嫌な感じです。おお、珍しい。お前いるんだ。珍しいやつがいましたね。 OK。 これやけどが
無謀の時ってすっごいダメージ食らうんで、一応注意しといたがいいね。はいはい、 OK。 でもね、勇者を着てると、まあ、確かにポーションバリアはねガシガシ使えていいんだけども、このウィザーのね 6% 吸収もちょっと懐かしくなるのよね、恋しくなる。あっね、ウィザーもあっちも捨てがたい、やっぱり、うん、攻撃のたびに回復するっていうのが。よし、 OK。 これあれだね、防具に今エンチャントがデスバータークールダウンポーションバリアの無謀なのよね。ウィザーにして無謀と、あ、いや、いいんだ、ウィザーで無謀つければ向いてるよね。うん、あとあの臆病を入れて、うん、臆病無謀はなんかいい気がするな。ウィザーはもともと攻撃力がねそんな高くないので、これを無謀と臆病で補えれば、あ、それいいかもしんないな。なんかパワーでそれっぽいのが出たら今度取っとこう。 OK、 よし、じゃあ全然余裕でいけてる。どうか、いるな、いるね。ちょっと待って、 OK。 ベタ足で、弓なしでガシガシ倒していくんで、いいね、リフレッシュがすごい効く。ナイトモードかいナイトモードやめろ。 OK、 ちょっと待って、ちょっと待ってって、拾わせて。何、モブ HP30%、 ああ、ぬるいね、こんぐらいじゃぬるいよ。でむしろナイトモードで敵が出てきてくれてリフレッシュが効くので、うん、悪いことだけではない。よし、 OK。 矢もめちゃくちゃ出るじゃん。わあ、ちょっと待って、え、終わり。あー、なるほど、脅威は増えなかったね。できれば脅威も増えていただきたかったけど、脅威は増えずです。 OK。 あ、全然矢は使わなくてよかった。ならばもう矢に流れ込む魂入れて、うん、臆病を入れていった方が良さそうね。あ、やばい、固まった。はい、ということで、今日はこれ意外と良かったな。英雄の無謀プラス、槍で行ってみました。敵をね全然寄せつけないので戦いやすいですね。うん、じゃあ今度ちょっとウィザーに無謀と臆病入れて超攻撃的なやつを作ってみましょうか。それ意外と良さそうだな。はい、やっていこうと思います。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。